皆さんこんにちは、ビジマイです。今回ですね、まあ、シビルのですね、簡単ななんか派生技というか、お、落ちたよ、早速ね。まあ、どういうものかというと、ちょっと角度的にやりづらいですけど、まあ、ただですね、シビルの形をしながらこうやって一枚ですね、ただこうやってシュッシュ取っていくっていうだけの小技なんですけれども、まあ、バリエーションのね、一つに加えていただければなと思いますので、近くで買い付いていきましょう。てか、この角度全然見えない。はーい、行きましょう。久々のシビル。はい、まずどういうものかというと、まあ普通にシビルをやります。まあ5フェーズやってもいいし、やんなくてもいいんですけれども、こんな感じで、ね、ここをスライドさせたんですね。で、まあ、まあ適当なね、コンボにつなげてもよし、これで終わるもよしっていうのでね、使っていただければなと思います。ということで解説なんですけれども、まずですね、シビル自体の解説はですね、だいぶ昔にアップしているので、そちらをご覧ください。まあ、こことかね、ポチッとしてもいいですし、あとは概要欄からね、飛んでいただいても結構でございます。まずですね、シビルを作るんですけれども、スライドする場所はですね、左手の人差し指と右手の親指で保持しているここのパケットですね。このパケットを上から左手の親指でこのようにスライドしていくっていうだけですね。そして、まあ、ここのパケットに落としていくという感じでございます。こんな感じですね。で、まあやり方はまあそれだけなんですけれども、まあ左手の親指だけね、動かしてもね、引っかかるので、取ると同時に、まあ落としながら左手と、右手の動きをですね、こういう感じにします。まあこうやって流してあげるっていうだけなんですけれども、まあこの動きもプラスして配るという感じでございます。パイフェーズやって後にシュッシュ、こんな感じでやってもいいかなと思います。まあこんな感じのプチネタでございます。まあね、全然スケーターとね、組み合わせてもいいと思います。今みたいに回した後にするね、おい、もう一回ね、まあこう回して戻して、その時にね、その時じゃない、その後にね、まあこうやってまたシュッてやってもいいですし、まあただですね、あんまりここのパケットが多すぎると、まあ、こんな感じでだんだんずれてくるので、枚数としてはまあ10枚前後ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。で、人差し指と親指の位置がですね、真ん中じゃなくて、例えば極端に言うとここら辺でやると、まあどんどんずれていっちゃうので、できるだけ真ん中にこういう風に設置してやると、まあずれにくいかなと思います。まあ少々のずれとかはですね、やっぱりどんなフライシーンも共通するんですけれども、まあ真ん中を押さえておくと、まあカードがずれにくいんじゃないかなと思います。まあこれはこれに限ったわけではなく、限ったことではなく、まあどんなフライシーンにも言えると思います。いう感じですね。たまにですね、カードずれちゃったりする、まあ極端に言うとね、ずれちゃったりするっていう質問があるので、真ん中をね、ちゃんと保持しておくと、まあカットしてる途中でもですね、ずれないんじゃないかなと個人的に思います。おり、まあ別にシビルのポジションにね、持っていかなくてもいいですけどね。まあシビルのポジションになったら、まあこういう風なね、遊びもあったりとかするのでね、ぜひ加えてみてください。ということで、簡単にはなりましたけれども、小ネタでございました。バイビー。はい、人参フォンいいね、もっと欲しいよ、高いよ、売ってないよ。